磯田三郎2月28日から1979年10月26日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将、群馬県出身、農業磯田薫十郎の息子として生まれる。日本中学校卒を経て1913年5月陸軍士官学校卒業、同年12月方兵将尉に任官し、 野砲兵第17連隊付となる。1916年11月、陸軍方向学校高等科を卒業。1921年11月、陸軍大学校を卒業し、野砲兵第17連隊中隊長に就任。1922年12月、参謀本部付勤務となり、参謀本部員を経て、1925年5月、 アメリカ大使館付部官補佐官に発令。1927年7月、参謀本部員に就任し、第六師団参謀に移動。1928年8月、砲兵少佐に昇進。参謀本部員を経て、1930年6月、メキシコ公使館付部官となる。1932年4月、参謀本部付となり、同年8月、 砲兵中佐に進級し、陸軍兵器本省付けに就任。1933年12月、陸軍野戦砲兵学校教官に転じ、1936年12月、砲兵大佐に昇進。1937年10月、第114師団参謀長に就任し、日中戦争に出征。第2次上海事変、南京攻略戦、助手会戦に参加。 その後、河北での治安作戦に従事し、1939年7月に復員。同年8月、陸軍少将に進級。翌月、ル守第14師団司令部付け、同年12月、アメリカ大使館付部官として渡米し日米交渉に加わる。日米海戦の直前、1941年12月、アメリカで隠しした。 新城基地陸軍主計大佐の葬儀委員長を務めた。1942年8月、交換戦で帰国し、陸軍中将に進み参謀本部付けとなる。同年11月、第22師団長に親保され、甲州に赴任。1944年1月、南方軍遊撃隊司令官、後期艦長に就任。1945年1月、 南方軍総司令部付となり、終戦を迎えた。第二次世界大戦直後は、連合軍と捕虜の間の仲介も行った。1945年12月2日には、インド政府の依頼を受け、沢田連三元ビルマ大使と共に、インドのデオリ収容所を訪問。敗戦を信じない収容者に対し説明を行った。1946年10月に復員した。ありがとうございます。